孫権たちは地位を持って孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝士殿、芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば、覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのだな。エルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。任務だ。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。わけにはいかぬ。そうか、ならば翔元気
腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上に武器使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。準備完了、発射だ。将、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。邪魔だ。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくれ。ちょっと師匠殿、逃げ足が速い。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。共に敵メラを打ち抜こうぞ。任せて。はぁ、受け取って。うわ、腕輪を素直に渡してくれるか。手荒なあごとはしたくない。すみません、嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近くに。急いで守らないと。任務だ、そろそろいいよね。こっそり休憩っと。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。相手も兄弟のようだ。気が抜けねえな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからない。兄弟とはそういうものか。僕も戦ってみたいな。準備完了。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいでお味方がひどい目に。一緒で扱った。ないですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。そうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。感服いたしましてござりまする。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの無謀か。それとも弟を通るつもりか。させぬ。すまない、及ばなかった。すまんが、俺は引かせてもらうぞ。邪魔だって。邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。任務だ。蹴散らしてくる。
か。邪魔だ、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 押してまいる。一緒に扱った、いい形。僕は中、腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。まあいいよ、僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。はいはい、うちの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。邪魔だ、私ごときがすみません。しまうとはな。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。邪魔だ、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくできたわね。私も誇らしいわ。シゲ、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。蹴散らしてくる。どういう意味ですか。わらわも父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。元気殿、バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら私にぶつけていいのに。ダメ。いえ、その準備完了、発射だ。その強さ、まさに無双。共に戦えることを誇りに思う。残念だけど、ここまでに。物分かりのいい子は好きね。思い通りになってくれて嬉しいな。邪魔だ、邪魔だ。ナム、遠兵として参上いたしました。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。師匠、相変わらず締まりのない顔ね。やればできるところを見せなさい。母上、めんどくさいことになったな。蹴散らしてくる。邪魔だ。ああ、もう降参、降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。蹴散らしてくる。ここが地獄よ。どこったんでしょう。邪魔だ、邪魔だ。さあ本気で来なさい、資源。私を失望させないことに。母上、刃を抜けること、今はお許しください。邪魔だ。はいはい。
届きか。降伏するとしよう。みんな降伏してしまいました。こうなったら私が出るしかありませんね。準備完了、発射だ。やるの、褒めて取らすのじゃ。父上、ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたします。一緒に預かった。はい、はい、はい。あなたという人は、ですが、この状況ではやむを得ませんね。任務だ。蹴散らしてくる。邪魔だって。邪魔だ。邪魔だ。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。蹴散らしてくる。準備完了、発射だ。申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ふん、ますます謎は深まるばかりですね。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を見抜く、それが私の役目。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる
敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうと諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。